皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは特撮です。ご紹介するその中身なんですけども、仮面ライダーシリーズですね。で、前々回の動画でですかね、まあ特撮で言うと前回なんですけども、こちらのですね、ものすごい束をこう購入できたんですね。こちらの束も含めてで、200円ということで、いわゆるホビーオフさんで言えてませんね。すいません。ホビーオフさんで200円で、購入したんですけども、で、まあこの、ね、袋に入ってますから、この、上面底面ぐらいしか何が入っているか見えない中で、昭和シリーズ、昭和ライダーシリーズの関係するものがあるかなっていうことでね、それを前回ざーっと見たんですけども、でその結果、まあ、これだけのものがあったんですね。それで今回はですね、このカードをちょっと眺めつつ、裏面をね、見ていこうかなというところですね。はい、というわけで、平成ライダー好きな方すいません、平成、ライダーに関してはもう少し自分が勉強してからにしたいと思います。すいません、はい、というね、昭和のね、やっぱ改造人間というところのその悲哀が好きなんですよね。はい、ではまず見ていきたいと思います。1枚目ですね、このね、もうイラストがもうかっこいいったらあれはしないですけど、はい、新サイクロン号にまたがった新1号ですね。サイクロンチャージと書いてますけどね。で、コメントこそだくださった方で、ガンバライドカードって言うんですね。そういえばゲームセンターでありましたね。はい。で、これね、立花レーシングのマーク。昔別動画でも喋りましたけど、いつもこれなんか怖いマークに見えてたんで、なんかカマキリ魔人的なね、なんかね、デストロンじゃなくてショッカーのマークだと思ってたんですよ、子供心にね。はい。立花レーシングのマークなんですね。さて、新サイクロン号はパワーアップした1号に合わせてチューンナップが施されたスーパーマシンだってですね。ちなみにね、私はね、旧1号の、旧サイクロンが好きなんですよね。はい。すいません。はい。さあ、続きましてこちら。一応ね、作品の時系列順に、ということで、あったものからしています。大砲バッファローということで、V3 ですね。はい。無差別一斉砲撃。めちゃめちゃですよね。はい。で、ですね。大砲とバッファローの合成怪人。2門の大砲を両肩に持ち、味方をも巻き込む無差別攻撃により V3 たちを苦しめた。劇場版の仮面ライダー V3 対デストロンでしたっけ？高知でしたかね、舞台。高知かな、徳島、どこ、当時ですかね、高知ですよね、その時にバンバン撃ったのがこれでしたっけね。 V3 の怪人ってカメバズーカもそうですけど、大砲好きですよね。はい。さあ続きまして、わ、大好きな X が来ましたけどね、やっぱこの X がね、が好きなんですよね。なんかね、こう地味な印象だって言われることが多いんですけどね、とんでもないですよ、私の中ではね。このメカニカルな感じも大好きで、ジン・ケイスケが変身する仮面ライダーゴッド機関により命を落とすが、父である、ジン・ケイタロウに改造手術を施され蘇ったんですね。ジン・ケイタロウを演じていらっしゃった方が、名前が飛んでしまいました。東宝のね、作品にもたくさん、何淳さんでしたっけ。飛んでしまった。はい、すいません。はい。海底軍艦でこれもね、池、あれ違うな。すいません、大好きですけどね。そしてこのですね、真空地獄車の別バージョン、キラですよね、キラがあったんですね。これまた嬉しいんですけどね。うん、はい。で、裏面が真空地獄車とは、マーキュリー回路の力で加速と回転を何倍にも増幅させ、相手を戦意喪失させた上で蹴りでとどめを刺す複合技。そんなことになってたんですね。うん、このマーキュリー回路に関してもいろいろ話があって面白い設定でしたよね。 V3 が手術するんでしたっけ？2号でしたっけ？なんかそんな感じでしたよね。
そして宿敵アポロガイスト、あ、ピントが合いますか、すいませんですね。アポロガイストってまあ当然かっこいいんですけど、もうこのかっこよさって本当にもうあの痺れるものがあるんですけど、なんかねガンダムのシャアのようななんかこう道を歩んでいってしまってるような感をね一時期思ったことがあるんですよね。なんかこう鳴り物入りだったのにだんだんとこうあのこう虐げられていくというかですね、こう落ちていくっていうその感じがねなんかかっこよかったし、なんかシャアと被るところがあったんですね。とても迷惑な男ってすごい肩書きですねこれ、うん、まあ、人間体にもなるしね、うん、ピントが合わないですね、すいません。賢い頭脳と殺人マシーンと呼ばれるほどの高い、戦闘能力を併せ持つゴッドの秘密警察第一室長ね、ですね。あの再生アポロガイストにもなるしね、はい。そして続きましてこちらアマゾンですね。これも何度か言ってるんですけど、ウルトラマンであればレオ、まあ、初代はもう別格ですよ。初代は別格ですけど、レオ、メビウス、そしてアマゾンっていうのは、僕の中ではもう、頭部、このマスクっていうかね、頭部ね。頭部はね、もう奇跡の造形だと思ってます。あの流線的な流れ、形っていうのがね、もうかっこよさがこの際立った。アマゾンはものすごくかっこいいと思います。この頭部。アマゾンライダーキック。アマゾンは自然の地形を利用した戦法を得意としており、木から木へ飛び移り、高角度から相手に襲いかかる。ですね。そして、スカイライダーですね。まあ、新生仮面ライダーという感じで始まったかと思いますけどもね。村上さんがやっぱりかっこいいですよね。その後のやっぱり必殺仕事人っていうところでのこの動きっていうのは、やっぱりこの筑波博士があったんじゃないですかね。はい。水平。竜巻パンチ、重力低減装置を使ったセーリングジャンプでスカイライダーは時速800キロのスピードで空を飛ぶことができるですね、はい。そしてドンということで、このスカイライダーのね、スカイライダーのもう親友と言ってもいいと思うんですけど、ガンガンジーですね。自称日本一の正義の味方、そうですね、この上りがいいんですよね。落語家の方がされてましたよね、はい。スカイライダーに協力する一風変わった戦士、矢田幹事かが自作の鎧を着た姿であり改造人間ではない。これがね、なんかライダーマンの姉妹編みたいな感じですよね、はい。ライダーマンもね手しか改造してませんからね。そしてもうオンタイムがね、私はこのスーパーワンなんですけどね、やっぱかっこいいですよねこのスーパーハンド。これもね、キラーみたいですよ、一応。はい。ファイブハンドの基本形であるスーパーハンドは、ピントが合わないな。危険な宇宙生物から身を守るために開発された装備だってことですね。はい。ですね。そして、残念ながらブラックはないんですけども、シャドウムーンがありました。シャドウキックですね。はい。両足を揃えて放つ必殺のキックは、両足のレッグトリガーが高速振動することによって威力が強化されている、ね。まあ、シャドウムーンというその存在はブラックの中ではかなり大きいですよね。そもそもは親友同士というところが始まってね。そして、その時系列でさらに続いたのがこの ZO。まあ、シンとか ZO とかこの辺りはもうやっぱり不遇ですよね。やっぱりもう少し扱いをしてほしいなっていうのは思いますね。完全体を超えたプロトタイプ、麻生勝がって言うんですよね、変身するバッタの能力を持った戦士、人々の平和を乱すネオ生命体にたった一人で戦いを挑む。まあそのリアル路線というのがやっぱりちょっと難しかったんでしょうかね。でもそういう意味では最近の配信で出た仮面ライダーブラックさん、あれもリアルだったんですよね。予告しか私は配信全然見てやってないんで見れてませんけどね。でここからはですね、昭和なんですがライダーではなく、この機械だということですね。まず機械だですね、人造人間機械だがオーズと、この映画で
確か共演したんでしたかね、ここにズバッととかも出てきたかと思いますけどね、うん、仮面ライダー堂々と勝負だってことですね。かっこいいですよね。キカイダーはやっぱこの心というのをどう描くかというところの面白さだったと思うんですけどね。でまたですね、あの前回の動画を見ていただいた方がですね、私これだけだと思ったんですよ。ちょっとですね、ちょっとその方はまたお名前も勝手に出していいか許可を聞いてないので、ハンドルネームね、ちょっと言うのは避けますが、ありがとうございます。無事に、ありました。しかも2枚ありました。これまたびっくりしたんですけど、これね、これ聞かれた、あの、ゼロワンですね。兄ちゃん弟でしたっけ？ね、ということですよね。兄ちゃん弟って言い方でいいのかな？ギターでトランペットだったかな？はい。こちらは、トンと。ということで、オーズの熱き魂に呼応し、キカイダー01がトランペットの風切るメロディーに乗ってライダーバトルへ駆けつけた。あと誰がいましたっけ、ズバットと、あほでこのキカイダーとキカイダー01と、あとイナズマンでしたっけ、イナズマン、うん、でしたかね。うん、というね、ことでしたけども、どうでしょうかね。いや、でもこれね、お伝えしましたけど、220円で、この束でっていうところ、もう、これはもう最高でしょ。これはもう勝ちと、私はさせていただきたい結果でしたけどね。はい。またね、仮面ライダーについてもね、がっつり喋りたいんですけどね。はい。またどうぞよろしくお願いします。というわけで、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン。またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。